本日は記念日ということで、ナナちゃんが今原宿で仕事をしているので、私はケーキだったり何だったり買ってサプライズしようかなと思います。今は表参道ケーキ屋さんに着きました。夕方に行ったのであんまりケーキは残ってなかったですね。チョコもあるんですこのお店、かわいい、これにしました。雨降ってきた。ケーキにしようと思ったけどちょっとチョコにしてみました。次はちょっとね、近くにお花屋さんがあるらしいので行ってみます。好きなお店なんですが一人で入れませんでした。なので表参道ヒルズに行きました。そこでこのお店を発見して入ったら、気づいた時には香水を買っていました。怖い。終わったみたいです。ナナちゃんが合流します。何？お疲れ様でした。何買ったの？記念日なんで、お花。ありがとう、嬉しい。お花かすみそうだ、はい、ありがとう。今から記念日ご飯に行ってきます。和食でーす。ボタンだ。ボタンだ。行ってきます。行ってきます。これが一番好きでした。赤貝。私はこのしじみのを好きでした。いや、全部美味しかったんだよね。そうなんです。和でしたね、本当に。和食のフルコース大好き。本当、あ、これもやばかったね。はい。でもさ、最後の土鍋がさ、大好き。土鍋ご飯、だいたい土鍋ご飯と漬物と味噌汁ぐらいのさ、お決まりのセットあるじゃないですか、土鍋が出てきた時って、うん、まあ、それもさ結構満足度高いんだけど、あ、かわいい、ツヤツヤ、かわいい、かわいい。え、これすごくない？これも昼、これ昼がいい。そう、これこれじゃん。もう美味しかったですね。美味しかった。結構東京でいろんなお店行ってきましたけど、そこは本当に結構好きな感じでしたね。でコースのみなので、そこだけご注意いただけたら本当にとっても美味しい。ぜひ皆様記念日なのにご利用ください。あとなんか仕事の取引先のこう商談とかにも使えそうでしたよ。ナナ、うん、ちゃん使ったんだよね。使った。めちゃくちゃいい雰囲気だったんで、ぜひなんかもし自分で会社やられてる方とかフリーランスの方はぜひご利用ください。五反田だから使いやすいかも。余った土鍋のご飯はおにぎりにしてくれます。で、ちりめん山椒か明太子か鯖味噌か塩おにぎりにしてくれますね。ナナちゃんは塩をセレクト、田中さんはちりめん山椒をセレクトしました。ペロン。実はお花以外にまだプレゼントがあるので渡します。はい、何これ、チョコレート、すごい。開けまーす、ありがとう。
これはうちにくれたんだよね。2人で使おうねですね。自分が好きなやつにしちゃったけどね。結構リップティック多いもんね。いやそう、初めてジョーマローンつけます。へえー、すごい可愛くない。黒なんだ。え、可愛いよね。こういう色があるんだと思って行ったことないからさ。ほら、このサイズ感可愛くない？ 50 可愛いですよね。ちょっと匂いかけます。名前何でしたっけ？ダークアンバー&ジンジャーリリー。ボスはダメだよ。はい、ボスさん。あ、嬉しい嬉しい。いや、嬉しい。はい、ありがとう。これを使っていきます、これから。はい、ということで記念日、デートではなかったですね。夜ご飯だけだったんですけど、今回記念日何年何ヶ月だったか分かりますか？ありがとうございます。私たちもね、結構な長年連れ添ってきたわけですけれども、まあ、毎月ね、こうやってこうご飯に行けたりとか、もうなかなか仕事が忙しくてできなくなってきてしまったので、たまにはね、こんな感じで2人でお祝いできて嬉しかったですね。ねえ、皆さんももし東京で記念日をね迎える方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。久々にね動画を上げましたけれども、ちょっとここから定期的にね上げていけたら嬉しいですよね。はい、じゃあまた次の動画でね、なんだろう、最後にせーの、ジップ。